朝雲に由来し、日本の艦艇としては、旧海軍朝潮型駆逐艦五番艦、朝雲続き二代目。朝雲は、第二次防衛力整備計画に基づく昭和39度、計画2000トン型警備艦2203号艦として、舞鶴重工業を舞鶴造船所で1965年6月24日に寄港され、 1966年11月25日に、浸水。1967年8月29日に、収益し、第2護衛隊軍、第2 1護衛隊に編入され、佐世保に配備された。1972年11月25日、第2護衛隊軍霊下に、第2 3護衛隊が新編され、同日付で収益した、青雲と共に編入。 1982年3月27日、第3護衛隊軍、第21護衛隊に編入。同年、遠洋練習公開に参加。1987年2月20日、第21護衛隊が、佐世保地方隊霊下に編成がえ。1991年3月15日、呉地方隊、第22護衛隊に編入され、定型校も呉に転籍。 1993年10月18日、特務官に種別変更され、艦籍番号が ASU-7018 に変更。第一潜水隊軍に直轄艦として編入された。なお、特務官への改造工事で、左源中部に訓練魚雷用の要衆施設が設置された。1998年3月24日、除籍。 1974年頃、ありがとうございます。